はい、レッツカーポッキーです。一日おき投稿なのに絶対毎日投稿してくださいって言われるアンティルドーン実況プレイやっていきましょう。前回殺人鬼の正体が分かりました。ジョッシュ、恐怖におののいて、みんな俺の妹がたった1年前に味わった感情さ、妹の復讐のためにやっていたわけですね。そう信じまった、できなかったんだ。ジェスが死んだんだぞ。え、それを知らない感じのジョッシュ。ジェシカは死んだ、お前にはツケを払ってもらうぞ。ジェスに何があったんだ。ジェスを殺した覚えがないんだ。これは本当のことなのか、それとも嘘を言ってるのか。そんな、待った。エミリーは謎の男と対面。果たしていいやつなのか、それとも悪いやつなのか。メガネはあんまりかっこよくはない。あ、ここからだ。真相、あ、来た。夜明けまで3時間、おかけ。いいよ、どこそうだ。なに、なんかいなかった今、後ろに。うおぉ、これを使え。おぉ、助けてくれた。やっぱいい人じゃん。ナイトと戦ってんだ、あいつは一体。ありがとう、おっさん。なんなの、もうやだ。やっぱいい人だったか。何くれたんだ一体これ。からし、ね、何それ。あ、びっくりした、からしかと思った。発煙筒ね。なんかいたよな、怪物みたいなやつ。なんだあれ。え、やっぱなんかいたんだ。そんな気してたけど、めっちゃ不安なんだけど。あ、やっとあの心強いおっさんと一緒に行動できると思ったらまた一人だし。アイテムはない感じかな。オッケーオッケー、奥行こう。うわ、怖いとこだな。何が出てきてももうおかしくないですからね。うわ、え、なんか通り過ぎてったよ。エミリー、なんで何の反応もしないの。逆に怖いぞ。なんか光ってる。なんだ、入る。そこに、こっちの道に決めたって、もう勝手に決まってたみたいなもんじゃ。だって光ってたもん。うわうわ、何、びっくりした。何、誰、パンとかだったかく、あぶね。待って、くんのボタン操作。三角、はい、四角、はい、よかった。おい、発煙筒落とすなよ。何こいつ、え、気持ち悪い。エイリアン、え、何あれ。よくボタン操作見せなかったな。右左右適当に。うわー、ごめん、ダメ。よかったよかった、よし、奇跡起きた。見てよかったのかな。何あいつ、人間ではないよな、明らかに。あんな人間見たことないよな。早く急げ、こっちに。よし、動けよ、エレベーター。 OKOK、 何あいつ。そんな怪物、本当の敵は怪物だったのか。嫌な感する、なんか。おお、なんで止まった？なんで止まってるの？うし、うわ、ちょっと。動かない。動いてないよ。動いてない。大丈夫。よし。怖い。超怖い。動くな、たまに理不尽な時あるから。四角、よし、手押して。ナイスナイスの。おお、いいね。あ、ブラー、ミスター。三角、よしよし。お、いいね、燃え移れ。オッケー、ナイス、よかった。お前絶対ただもんじゃないだろ。そんなに行動できないって普通。おお、出荷されるのかな。え、飛び続け、乗る、飛び乗る、うれ、よし、いいよいいよ、頑張れ頑張れ。結構選択くるね。大丈夫か。あ、怖い。大丈夫か。なんかボタン操作来ない。もう集中できない、ムービーに。いつボタン操作来るのかみたいな。これ
うそうそ、来て、お願い、早く、よし、大丈夫本当に、うわっ、大丈夫、近く、はい、待つ、はい、三角、はい、オッケー、脱出成功、あぶねえ、ターザンかよお前、いやお前握力やばすぎるだろ、おお、大丈夫、なんでこいつは生きているんだ、信号弾持ってたけど一切使わなかったね、忘れてんのかな信号弾持ってること、やばいやばい声する、え、そこで終わり、まさか、うわめっちゃ気になるとこで終わりやがった、でも一応生き延びれたって感じですかね、よかった、なになになに、どうしたどうした、え、誰の視点これ、エミリーか、あ、まだエミリーじゃん、めっちゃ走ってる、なんだ終わったと思った、もう場面切り替えかと思った、なんか起動ボタン操作、あ、ついたじゃん、お、やったやった、今度はなんだ、帰ってきた帰ってきた、手開けて中身入れろ、早く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 して、ナイス、ドアを閉めて、早く閉めて、うわ助かった、生きてるのが信じられない、ほんとそれ、もうなんか全身白タイツみたいな怪物がいた、心配する、心配し、心配しよう、まず大丈夫大丈夫、私は平気よ、でも落ち着かせて、ものすごい勢いで追ってきて、何が、そう必死に逃げたの、何から逃げたの、あれよ、あれが何だか分からない、そう何だか分かんないんだよ本当に、ジョッシュの仕業だったんだって、嘘じゃない、違う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 、あんなジョッシュあんな人間いねえから、マットはどこ、あやっぱ困惑しよう、エミリー何があったのか教えてくれよ、話そうとしてるでしょ、塔を登って途中で塔が丸ごと崩れ落ちたの、うん、炭鉱の中に、ちょっと待ってよ、炭鉱説明下手だね、ちょっとこの辺の地下一帯に炭鉱があって、塔が落ちた時私たちもそこに落ちたの、ちょっと待って、塔が崩れたってどうやって、炭鉱の中を歩いていたら暗闇の中で見つけたの、ベスの頭を、なんだって、ベスの頭を見つけました、信じられない、おい嘘だろ、本当なの、本当だってば、きっとあそこに落ちたのよ、おい嘘だろ、でもハンナは死ななかったみたいなの、その落ちてすぐにはってことだけど、それってどういうこと、やっぱハンナは生きてたんだ、わからない、きっとずっと出られなくて数週間も飢えてたんだわ、二人のことを探している時に気づかれもせず、うわ辛いな、ひどい、ひどすぎる、聞いて、その塔には無線機があって誰かと連絡できたんだけど、その瞬間塔が崩れたの、そうそうそう、生きてたのか、カラオしてね、マッタどうした、今確認してるところ、怪物が追っかけてきたって言っててさ、ひどくやられてるな、エミリー、エミリー、今の誰だ、今の誰かな、ジョッシュ、ジェス、ジェスじゃない、誰だ、誰なんだ、知るかよ、あの謎のおっさんかな、僕も行くよ、よし、誰だろう、おい怖い怖い怖い、何これ、もう早く出てこいよ、出てくるなら、あ、あのおっさんじゃん、やっぱり、銃を渡そう、渡してもらおう、僕が持つよ、うん、君はそのルックスで誰でもノックアウトできる、そうお前はルックスだけで十分だ、とにかく銃は僕が、悪いな、銃は渡せない、なんで、親であんなことがあった後じゃね、そう言うなよ、僕はただ俺が守ってやるよ、ほら心配すんな、いい人だって多分、いや絶対いい人だって、ドアを開けるぞ、いいか、ゆっくり、よし、うわー、ちょっと待てよ、待ってくれ、止まれ、ああ何する、おお強っ、分かったよ、ほらマイク弱っ、落ち着いてさ、いいか、みんな落ち着くんだ、いいからそっちに移動して行くんだ、ここに来た理由を話してやる、理由、お前たちはこの山で危険にさらされている、ほうほうほう、ここに戻っ
ってきたのは間違いだ。去年の事件から何も学ばなかったのか。ハンナとベスのこと、関係ない人がどうしてそのこと。まさかあなた。バカな考えは捨てろ。俺の山にノコノコと勝手に入ってきたのはお前たちだ。あ、君の山なんだ。ワシントン家がそれを聞いたらびっくりするだろうな。確かにこの山は俺のものではない。どっちやね。だがワシントン家のものでもない。ほん、この山はウェンディゴのものだ。ウェンディゴ。は？何言ってるの。ウェンディゴってなんだよ。話を聞こう。ああ仕方ねえな。俺の話は一回限りだ。うめえ、どうした左。信じるかどうかはお前らの勝手だが、うん、分け合って話したかった。言ってすっきりしたいんだ。ほらな、やっぱり犯罪か何かをやらかしたんだろ。黙ってマイク。怪物のことだろどうせ。この山は呪われている。呪われている。呪いはこの山に宿っている。ほう。この森で何者かが共食いを行うとウェンディモの魂が解き放たれる。やべえ。分かっちゃった、ウェンディゴって。まずは安全な場所に逃げ込め。どういうことか。地下なら安全かも。よし、なら今すぐそこに行って待ってろ。え、なんで、いつまで。夜明けまで。俺、叫び声を聞いてジョッシュを置いてきた。どこに置いてきた。納屋に。やってしまった。もう命はないものと思え。でも、ついさっきまで一緒にいたんだよ。ここではあっという間に状況が変わる。いや、あいつにこれ以上何か起きてほしくない。これ以上ってどういう意味。やっぱジョッシュはいいやつだったんだ。いいやつでもないけど、最低クズ野郎だけど、まあ人は殺さなかった、ね、ジェスを殺したんだと思ってさ、挑発されてあいつを殴った。クリス、自業自得だよ。とにかく見殺しにはできないよ。そう、見殺しにはできないね。俺も一緒に行こう。助けはいらないよ。単独行動は自殺行為だ。おっさん、者は地下室に向かえ。じっとしてろ。俺たちが戻るまでは出てくるなよ。かっけえおっさん。状況がどれだけ深刻か分かってないようだな。何を言われようと助けに行くよ。いや、助けるのは俺だ。お前はそれを手伝う。いいな、分かったか。ああ、イエスボス。ああ多分ね。俺の言う通りにしろ。絶対に従うんだぞ。いつまでお前は謎の男のままなんだ。名前名乗ったらどうだ。あいつのあの化け物の名前はウェンディゴって言うんだ。俺も火炎放射器欲しいな。何それ。あ、使うの。ショットガン。相手にはこっちの方を向けるんだ。ショットガンの使い方ぐらいわかるよ。どうだかな。え、どうしてさ。俺にはわかる。何が。ねえ、生きて帰ってね。おい、フラグじゃねえか。お前立てんねえ、フラグ。バカ。時間がないぞ。ああ、キスはいいけどフラグは立てんじゃねえよ。生きて帰ってねって言って、おい、あれなんて言うんですか、何かその出される人は大体死ぬからね。注意事項とかある。よそ見をしないで俺に従うんだ。ほんほんほん、よそ見をしないで俺しか。分かった、任しとけ。で、奴らにこいつを何発撃ち込めば殺せるの。うん、長い間撃つことになるな。長い間撃つ。銃では殺せないってこと。ああ、弱らせるだけだ。マジか。どうやって殺すのさ。どんだけ強いの。奴らは火を嫌う。好きな奴。ああ、だから火炎放射器持ってんだ。それに殺せる。だが最終手段だ。奴らの皮膚は鎧のように硬い。だから先に火で弱らせるんだ。ああ、なるほど。それで銃でとどめを刺すと。奴らはどんな感じなの。例えば予想外の行動を取るとか、予測は簡単にできるとか。うん、行動には一定の規則がある。ほうほうほう。物や人間のように。なるほど。へえ、どんなパターンがあるの。狩りは夜にしか行わない。へえ、最悪だね。今夜だね、完全に。理由など知らん。夜行性なのかな。昼は弱ってるとか寝てるとか。ウェンディゴ豆知識は、ニンニクを
また迫ってきてる BGM。 いや、嗅ぎつけるだろ。じゃあ、なんかないの？じっとしてれば奴らには見えないだろ。あ、そうなんだ。まあ、カエルと同じだ。カエルと同じなんだ、あれが。だいぶいかついカエルだね。基本的には見えないんだ。ああ、だが、試すのはあまりおすすめしない。そうだね。やむを得ない時以外だ。着いたかな、これ。ここだよね、確か。おっか。BGM がなんかもう、敵が来る時の BGM じゃん、これ明らかに。お、着いた。え、嘘。そんな。そんな。持ってかれたか。くそ、ここで何が。いない。遅すぎたんだ。静かに。え、いるの？今すぐだ。ジョッシュを見つけよう。近くにいるはずだ。バカバカバカ、そんなこと言ってる場合じゃないだろ。ウェンディゴはお前を攻撃して動けなくする。それから体中の皮膚をゆっくり剥ぎ取っていくんだ。何、怖い。一枚ずつが。その後お前に意識があるうちに肉体をゆっくりと下っていく。一つまた一つと。お前は俺を助けてくれるのか、怖い話をしに来たのか、どっちだよ。なんか光ってる。ちょ、待って待って待て、俺は見逃してないぞ。あ、そんな。と思ったけど、ただのあの、あれか、ライトか。なんだ、行きましょう。待て。何、動くな。動くな。急に来た。マジで動いてない。静かに。動くな、突然来るから。オッケー、怖っ。なんとか言われても、おお、何、ね、走れ走れ、いきなり来た。早く急げ。おお、来た。近い近い。何、なんだよ。どうしてどうして。ここにいるのはまずい。そうっぽいね。早く逃げるぞ。オッケー。うわ、嘘嘘。おっさん、おっさん、嘘だろ。え、死んだ。真っ暗真っ暗、超絶真っ暗。うー、ちょっと待って。待って、今おっさんに視点合わせられたんだけど。え、どういうこと。うわ、一気にシューティングゲームになった。これもしかして撃ちまくるんじゃないの、どうせ。サグ、はい、オッケー、はっけ。もう来た。うわ、難しい。よし、ざまみろ。オッケー、いいぞいいぞ。かっこいいぞクリス。お前クリスだっけ。頑張れ頑張れ頑張れ。また来た。しっかり合わせて、よし、オッケー。また、どんだけいるんだ。でも一応一撃死んでる。右になんかある。うわ、おお、爆発した。よし、なんだ。まずいまずい、いるぞ後ろに。気をつけろ。走り走り、早く開けて早く開けて。ああ、よかった、早く入れてくれ。おっさん、何があったの。嘘だろ。早く逃げないと、やつがすぐ近くまで来てる。来て来て来て、行け、早く逃げるんだ。まずい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 。あ、でもだいぶ大ダメージ与えられてるっぽい。おー、怖い怖い怖い。え、あー、連れてかれた、ジョッシュ。マジか。何があったの。無事じゃないけどね、ほとんど。これはまずいことになってる、うん、まずいなんてもんじゃない。クリス、火炎放射器の人は。あ、その彼は、彼はその、あの人でしょ。何があったの。怪物が彼を、そう、僕の目の前で引き裂いたんだ。そんな。ドアはこれで全部。ええ、あんなに慣れてたおっさんでも何をしてるの。違う出口だ。開けなく死んでしまうって。それはやめた方がいいと思うけど、ここで待っていた方がマシ。少なくとも夜明けまで。ここなら安全なんだし。ああ、まあそれは確かにある。奴らへのプレゼントとしてクリスマスの朝に引き裂かれるのを待つってのか。誰かが助けに来る、朝にはね。そうそうそう。自信なさげだな。絶対に来るんだってば、でしょ。ええ、もちろん、多分。好きにしろ、俺は行く。マイク、ケーブルカーの鍵はないのよ。ジョッシュなら
持ってるはずだ。ジョッシュ。いや、ジョッシュだってもう。いつもの手口さ。あ、そう。ジョッシュがもう食われてたとしたら、あとは絶望だけだ。じゃあ絶望だな。でもありえなくもないよ。どういうこと？炭鉱の中に連れ込んだのかも。何？炭鉱で恐ろしいものを見たの。あそこは奴らの巣になってる。うん、それに。そう。は？どうした？エミリー、何？もういい。鍵を取ってくる。奴らの寝室からな。そしたらみんなでここを脱出しよう。マイク結構命知らずだね。エミリー、何なのそれ？これはあのおじさんの本。それは地図か。いろいろと準備してたんだね。どうかな。何なのここ。はあ、マジかよ。ちょっと何なの。俺そこにいたんだ。最悪だった。そうなの。生き残りもいたけど、15人が命を落とした。ある記者がこの事件を調べているうちに何かの陰謀を嗅ぎつけたらしい。うん。資料によると危険と知りながら作業員たちを働かせたみたいだ。とにかくどうやってここから抜け出すか考えるのが先なんじゃないの。俺はただここがどれだけヤバいか伝えたかったんだ。おかしいといえば、ロッジから療養所がトンネルでつながってるのよ。ほら、俺もそこを通った。私もそこにいた時に見たわ。奴らの巣になってる。ほほほ。エミリー、ねえ、これって…ん？何？これ、何なの？え、何？ああ、やばいよ、これやばいって。何でもないよ、ただ、やだやだ、噛まれた。何噛まれたの？その…ウェンディゴに。お前感染してんじゃないか？信じて。バイオハザードだとどうすんのこれ。くそ、もう痛くもないし、本当にその…大したことないから。なあ、そいつに噛まれたんだ。ええ、言いたいことは分かってる。大丈夫だから。本当に？本当に。嫌な予感する。傷を見せてよ。エミリー、ウェンディゴに噛まれたんなら変身する可能性もあるんじゃないか。バカなこと言わないで。あるぞ。ウェンディゴに変身しちゃう原因をあの人言ってたじゃない。ま、待って、そうなの？うん。噛まれてもなるに決まってる。そしたら私たちだって襲われるのよ。ね、もうどうしたらいいの？ここにいちゃダメだ。は？マイク。出て行ってくれ。え？ちょっと冗談でしょ。君のせいで俺たち全員が危ない。そんなわけないでしょ。エミリー、ここから出ていくんだ。マイク、頭を冷やして。それは無理だろ。そんな確証はないのよ。ただ噛まれただけだし、うん、そう、まだわかんない。恐ろしい奴らだ。もう二度と見たくない。なんなのこれ。ね、どういうこと。出口はここだ。え？今のうちに出て行ってくれ。マジで言ってんの？ああ、そう。これなら私が死んでも平気ってわけね。なんたって外にはウェンディゴがいて、私を八つ咲きにするのを待ち構えてるから。ああ、もううんざり。早く出てってよ。ここから出てって。おいおいおい、ちょっとマイク、落ち着いて。バカバカバカ。私を撃つっていうの？マイクね、この部屋は安全であるべきだ。やめて。エミリーがいると俺たちが危ない。危ないんだ。もうこんなことしないで。本当にすまない。撃つ撃つ撃つの？え、え、え、いや俺には無理だよ。いや本当に無理だよ。ここら辺撃っとこう。あ、撃てなかったわ。そう、俺にはできない。できない。マイケル、正しい選択ね。だといいけど。ああ、とりあえずは。くそ、くそ。まだ決まったわけじゃないじゃないか。目を離すなよ。少しでも妙な動きをしたら。分かってるな。うん、ここにいてくれ。いいな、外は危険だから。すぐに戻る。大丈夫か？その血だらけの服着替えた方がいいんじゃないか。私たちを助けてくれるって思ったのに。火炎放射器の人？これでもうおしまいね。違うよ、もうあとは私たちで頑張るしかない。自力で切り抜けようよ。うん、私はもう無理。何？ウェンディゴを空とするものは少ない。奴らを制御できるのは私だけだ。あいつ結構自信あるんだね。すごい執念ね。うん、うんうんうん、
ウェンディは共食いによって生まれる。冬の嵐に見舞われ、人は上に苦しむ。たとえ共に過ごした仲間であってもウェンディゴは躊躇なく襲いかかり、その肉を食べ尽くす。怖っ。この山には昔ある部族が住んでいた、クリー族。長い歴史があるみたい。そうっぽいね。へえ。なるほど。見れば見るほど怖くなってくるよね。ウェンディゴは目が鋭く、色も霞んでいく。ウェンディゴは人間が突然変異したものって書いてあるよ。狙った獲物を完璧に真似る方法を心得てるって。マジで真似る。もう誰も信用できなくなったじゃん、そのセリフのせいで。おー、ウェンディゴを6体殺した。だがなるべく殺さないことだ。ウェンディゴの殺傷は最終手段。肉体は死んでもその魂は放たれ、地をさまよい続ける。へえ、おっさんめっちゃ頑張ってたんだな、一人だけで。でもあんな死に方。私も噛まれたことはあるが変異しなかった。変異するには他のものに肉を食らうほかない。あ、マジで。ああ、もうそんな嘘でしょ。殺さなくてよかった。変異しないんだ。隠す、もういいや、もう この件は隠しとこう。別に話す必要ないしね。そのまともじゃないことがたくさん、信じがたいことばかり。やっぱりおかしい人みたい。そうそうそう。いや結局見るんかい。嘘。救われた命。ああまずいよ。マイクのとこ行かなきゃ。今すぐ。行ってきます。なんてことだ、ジョシュア。ドクターヒルじゃん。通りにしていれば、君がしでかしたことで人が死んだ。私にはわからないのだよ。だいぶ廃墟でやってたんだね。誰かを死に追いやるイベントを進んで仕掛け続けることも、誰かのことを助けることすらできずに、ただ悲劇を見届け続けることも、どっちがマシか。君は覚えているか？妹たちを見殺しにしたこと、何もしなかっただろう。その自己中心的な恐怖心のせいで、真の脅威を察知できなかった。自分が大事なんだろう。いつも君が中心なんだ、ジョッシュ。おいおい、鼻かましてあげろよ。妹たちにも友人にも見捨てられたんだよ。君は一人だ。やめろよ、そういうこと言うなよ。孤独の冷たさというものを感じているのかな。どうして傷つけた？ジョシュはなぜ彼らを傷つけたんだ？傷つけられた。誰も傷つけていない。傷つけられたんだよな。彼らは故意に君を傷つけたわけじゃない。まあ確かにそれはあるけど。間違いを犯して君の妹たちに悲劇が起きた。でもああいうのは良くないよ。意図されたものじゃない、事故だったんだ。しかも彼らは悪いと思っていた。君が彼らにこの拷問を突きつけるまではね。後悔してる。ただのゲームだった。後悔してる実際。君が償うことができるよう願うよ。もはや友と呼べるかもわからぬ彼らが救ってくれるといいな。孤独という恐怖から。息荒くなってるよ。
はい、ということでいかがでしたでしょうか。化け物との直接対決が始まるという感じですね。次回頑張ってやっていきましょう。本当に恐ろしい物語です。もしこの動画を楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。ではまた次回お会いしましょう。ポッキーでした。バイバイ。